始まりました。青チャンネル、イエーイ。はい、青 YouTube チャンネルの MC を務めます、青公式サポーターの諸岡咲です。よろしくお願いします。さて、今回はもう12月ということで、青のクリスマスフェアのことについて紹介していきたいと思います。クリスマス特集ということなんですが、皆さんもう今年のクリスマスのご予定はお決まりでしょうか？私はちなみに全く決まってませんそんな悲しい話はさておき、実は青ではクリスマスフェアを毎年行っております。今回は12月17日から25日の9日間、お客様還元抽選会がございます。こちらは12月1日から12月25日までのレシートが対象となっておりまして、お買い上げ5000円以上に1回、お食事だと2000円ごとに1回、抽選会に参加していただくことができます。こちらのお店同士の合算もできますので、ぜひ期間中のレシートは捨てずに皆さんお持ちになってください。そして12月19日、20日、24日の3日間、こちらの日にちはなんとサンタさんがやってきます。そして12月20日は青山学院初等部ハンドベルクワイアによる生演奏、そして12月18、19、24、25日の4日間はバンドによるミニライブがございます。詳しい時間などに関しては青ホームページの方に記載されておりますので、ぜひぜひそちらもチェックしてみてください。じゃあさて、まずはですね、今回青のお店が載っている情報誌もございます。まずは東京カレンダーさん、こちらは最新号では青の飲食店を中心にさまざまなお店を紹介していく予定となっております。最新号の東京カレンダーは11月21日発売となっておりますので、ぜひ皆さんお手に取ってください。そしてオモサンストリートボリューム76、こちらは表参道のファッションを中心にお届けしております。青ビルはもちろん表参道の駅などでも無料で配布しておりますので、見かけた方はぜひお手に取りください。こちらのオモサンストリートボリューム76は12月4日発行です。お楽しみに。そしてですね、今回この青 YouTube チャンネルではなんとこのオモサンストリートの最新号 その取材に同行していきたいと思います。これからそのオモサンストリートの、方で紹介する予定のお店の撮影風景ですとか、そういったものをちょっとこの YouTube チャンネルで一緒に紹介していきたいと思いますので、皆さん最後までぜひご覧ください。それでは VTR キュー。では早速なんですけれども、俺のフレンチイタリアン青山店さんの、こだわりといいますかは、どんなことか教えていただけますか？当店都内で唯一のイタリア料理とフランス料理と両方
ご用意してお客様に召し上がっていただける店舗ですので、まあ、一流のイタリア料理人、フランス料理人が、一から手作りで全てを作って、あとはあの価格的には青山学院の近くにございます青山学院の大学生の方から、この辺りに近隣に住んでいらっしゃるあの富裕層の方まで、お越しいただけるような、そういった幅広いあのプライスにしまして、たくさんの方にご来店していただけるようにあのには考えております。はい、いろいろおすすめのメニューたくさんあると思うんですけれども、はい、今の時期に特におすすめのメニューとかってありますか？今の時期ですと、間もなくオマールが、池のオマールエビが解禁に なりますので、そちらもおすすめですし、当店あのオープン当初からあの一押しのものが牛ヒレ肉とフォアグラのロッシーニ風というあのトリュフのソースをかけたあのお料理がございますので、そちらがやはりおすすめですね。はい、この YouTube をご覧いただいている皆さんに何か一言いただいてもよろしいですか？はい、そうですね、皆様なかなか飲食店にあのお越しいただけなかった時期が長かったと思いますけれども、あのですからなおのことその飲食店の飲食という外食ということ の大切さ重要さがあの私自身も気づかされた部分もたくさんございましたし、あのお客様も多分あのそれに気づいている方たくさんいらっしゃると思いますので、あのぜひともあの気軽に、俺のフレンチイタリアン青山店にお越しいただけたらと思いますので、よろしくお願いします。じゃあ今日はすいません、お忙しい中からありがとうございました。ありがとうございます。さていかがでしたでしょうか？あといろいろ、面白いところとかあの普段見れないところを見ていただけたと思うんですけれども、実際にどんな風になっているかは紙面をぜひチェックしていただきたいと思いますので、見かけた方はぜひご覧ください。さてじゃあ最後になりますが、今回のこの青クリスマスフェアのことについておさらいしていきたいと思います。まずお客様中、還元抽選会に関しては、5000円ごとに1回もしくはお食事2000円ごとに1回のレシートでが対象になっておりまして、期間が12月17日から25日の9日間に、抽選会を行っております。そして12月19日、20、24日の3日間には青にサンタさんがやってきます。そして12月20日は青山学院初等部クワイハンドベルクワイアによる生演奏、そして12月18日、19、24、25日の4日間はバンドによるミニライブがございます。こちらの詳細は青ホームページに記載されておりますので、ぜひぜひチェックしてみてください。さあもう2021年の4月からこの青 YouTube チャンネル開始しましたが、もうすぐまた年を越しまして、もうすぐ1年になろうとしております。皆さん今年1年振り返ってみてどうでしたでしょうか？また2022年1月からまたこの青 YouTube チャンネル、また新しい動画もアップされますので、そちらも楽しみにお待ちください。それでは皆さん、今年も1年お世話になりました。良いお年をお過ごしください。